はい、今日もあなたと役所天国、本日は2月の17、土曜日ですね。はい、ということで今日は天気良くないですね。明日からね、なんかずっと1週間ぐらい雨予報出てますね。はいはい、ということで、さあ、春人参ですね。春人参が今日ね、種まきですね。見ていただければ分かると思うんですけど、半分終わったところですね。4本終わって、そして残り4本とね、こんな感じです。で、今日5本目ですね。で、今日からもうトンネルはありませんね。トンネル栽培ではありません。もう、太陽熱20マルチを剥がして、クリーンシーダー端切りでね、バーッとして、パーパーをベタ掛け、終わりですね。明日から1週間雨なのでね、この雨を利用してね、雨に打たせてね、トンネル張ってないのでね、雨に打たせて発芽させるっていうことができるわけですよね。これで今日2月の17日に撒いて、3月に入って、3月に2本やって、最後ね、4月の10日前後に4本目を撒いて、それで終わりですね。はい、ということで、まあ全然難しくないですね。はい、簡単ですって言ったらあれですけど、ね、さあね、こう発芽してきてるの分かりますかね。隣のね、マルチはなしで、クリーンシーダーで走ってベタ掛けだったんで、カメラ見てみますね。こんな感じ出てますよね。分かります？8列か7列か8列か7列かで撒いてると思うんですけどね、しっかりもう出てますよね。これはマルチをせずに、クリーンシーダー端切りで走って、そしてパワーパワーベタ掛けして、そして、トンネル栽培ですね。はい、3本目までがね、マルチ3715マルチを7ケツのねマルチを張って、そこに点巻きしたんですけど、この前のね4本目からはもう端切りで走ってね、来年以降はねもう全部もうマルチなしでね端切りで走ろうかと思ってます。そしたらね、さらに種まき楽になりますね。はい、まあ将来的なことを見込んでね、人参の量産体制をね、もしかしたらまあ今事務局の人とね一緒いろいろ話してますけど、なんかまあ人参専門のねオンラインショップを立ち上げてみたいなね話もしてますんで、人参をある程度ね、作るということになると、いちいちね天巻きなんかやってられないんで、端切りでね一気に走ると。まあでもね、正直ここだけでね、春人参だけでこれでどれぐらいですか、一旦はないですけど、でもね別にこのやり方であれば別に誰でもできるっていうかね、はい、何にも難しくないのでね、多分5ターン1ヘクタールはちょっと大変ですけど、5ターンぐらいであればね十分一人でできますよね、トラクターとね端切りと。なのでまあまあまあ人参5ターンつったら結構な量になりますからね、それだけでももちろん専業で食べていけると思いますけども、まあ人参の値段をねある程度一品200円以上で売らなきゃいけないですけど、それはどうも可能みたいですからね。はいはい、さあそんなことで、雨が降ってくる前にやらなきゃいけないんですけど、さあそんなことで頑張ってやりましょうということですね。ここまで来ればねもう半分終わりましたんでね、でそろそろ今日が2月17日、3月に入ったらね人参の一発目ね、あの辺が葉付きで出すのとね、もう秋冬人参の最後とこうやって重なってくるとは思うんですけど、予定通りですね。我が農園はねこうやって人参は11ヶ月ね、約11ヶ月ほぼ1年ね、出し続けますので、いつでもね人参注文いただければと思いますね。人参の専業農家になってもいいかなって感じですね。1年いつでもありますよとね。ね、30年近くやってきてね、人参って作るの結構ねオーガニック栽培では割と難しいとね、そんなような雰囲気あったですけど、まあもう今はそういうものはありませんね。
これは本当に技術革新がね進歩しましたよね。はい、もうどうですか、オーガニックで作るのが難しい野菜って何かありますかね。まあだから時期だけですよね。ってことでね、耐用熱二重マルチを剥がす、これだけですね、めんどくさい作業はね。あとまあカッターで下の透明なね耐用熱を取ると、削るというかね。まあでもね、草むしりをすることを考えればね、分かる人は分かると思うんですけどね、この撒く前にこうやって手間がね、ちょっと20分30分かかるって、30分もかかんないかも分かんないですけど、それだけのことでね、草むしりという作業が全てなくなるわけですから、これ専業でやってる人なら分かりますよね。うん、もう人参をね作るのにね、オーガニックで人参を作るのに草むしりがないというこの意味合いですよね。どうなってるんだこれ、いいのか、いいのか、合ってるか。今日はね、この2メートルのやつはね、あそこのあのもう一個の大きいハウスの方の端っこの方にね張り替えようと思います。これね捨てちゃうともったいないんでね、綺麗なマルチじゃないですか、どこも穴なんか開いてないんでね、これをどっか持ってって再利用しようかなと思いますね。ほぼ出てますね。まあ多分ね、何本かやれば多少発芽落ちるところはありますけど、だから人参はとにかく発芽なんでね。でも例えばね、人参専業っていうか人参力入れてやるのであれば、貫通すればシャワーで貫通すればいいだけのことなんでね、別にそんな難しい、他に仕事がなければね、専業でやるとすれば人参、里芋、ヤーコン、さつまいもね、それだけで十分。でも正直言って仕事暇ですよね、やることあんまりないよね、そんな気がしますよ。まあでもなんかかえってあれだよね、なんか探索でね、例えばさつまいも1ヘクタールって千葉時代の周りのね農家さんから見ればままごとですけどね。ほんと家族ね3人4人で10ヘクタールとかって普通のことなんでね。まあそう思うとやっぱりあの方々はすごいね。やっぱり観光栽培のあのね畑の広さとその仕事量ね、短期間で一気にやってしまうっていう、それはやっぱりなんかちょっと僕の感覚をやっぱり多少超えてますよね。でも多分観光の方々から見ればね、僕のようにこうやって1年間ずっと出荷し続けるというこういう作付けパターンも多分かなり常軌を逸したものなんだろうとは思うんですけどね。だからそれが当たり前だと思えばね、だからやっぱりその意味ではそのね、どういうところに研修に行くかというかね、最初の農業体験って大事ですよね、本当にそう思うね。僕研修したところはやっぱりね、もっとハードなことを普通にやってたね。だから今ずいぶん楽になったなっていうけど、多分観光の方から見ればね信じられないっていう、私のこうやって普段やってる作業を見ればね、これでも本当に昔に比べれば今のやってる私の仕事量って何割ですかね、確実にもう半分以下、3割か4割ですよね。まあ畑ももちろん狭くなったってもありますけど、かなりもうその効率的にはね、非常に効率的にはなっていると思いますね。
正直本当に設定野菜で 2,3 ヘクタールって言ったら本当にままごとに近いように思いますけどね。私もう足がね動かないんで、あんまりね、もう一日の稼働時間があのウルトラマンと一緒で稼働時間が限られてますから胸のタイマーがピコンピコン鳴るわけですよね、夕方になるとね。昨日もね、あのゆっくり風呂に浸かって、1時間半ぐらいね、自分でそのストレッチしたり、そのなんていうかな、あのマッサージしたりでね、それで多少ちょっとね良くなります。今日少しだから朝少し足が楽なんですよね。もうあのなんていうんですかね、足に関してはね、あの自分で多分こうやったらいいなっていうのをね、結局自分の体のことは自分にしかわからないので、今日マークもちろんね、ベータリッチですね。よいしょ。さあ、で剥がしていきますね。剥がしていくんですけど、まず切らなきゃいけないんですけど、どの辺？あとでね、これは貼り戻すんですが。こっち側にやって引っ張るだね。はい、それが正解。いいですね、綺麗ですね、完璧ですね。銃眼に入られさえしなければ。で下はねカッターで切っていきます。前回カッターでやってね、調子良かったんで。はいね、マルチも本当に高くなりましたからね。これ2m30かね、注文しないとね、普通には売ってないですからね。 2m30 ってね、そうでしょ、皆さんのところマルチ 2m30 売ってないでしょ。結構いい値段しますからね。これはちょっと草押さえでね、どっか一部あの畑の隅の方にね、サイドのラインでね、ちょっと使おうと思います。なのでこれはあの使い回しで捨てちゃうのもったいないんでね、これね再利用します。ちょうどあのこの間あのイノシシよけでね、あっちのあの獣害の多いね、いやちょっと山に近いところの場所に、端っこの方にねイノシシよけのその地面の方にねちょっと張ろうと思いますんでね。この
今年今2月じゃないですか、この4月でまたあれですよね、ガソリンのあの補助金がなくなるからまたガソリンの値段が上がるだろうって言われてますよね。いやーまあどうなりますかね。ね、今確定申告の時期で去年ね1年分どんな経費を使ったかっていうのを出してるわけじゃないですか。やっぱりねガソリンの値段結構使ってますよね。ガソリンね、あの当然管理機を動かしたらねレギュラーね、そしてトラクターを動かしたら軽油とね結構かかりますもんね。はい、これは再利用。はい、でもってよいしょ。あ、カッターがどこにある。はい、カッター。で、カッターで切っていきます。あれなんだよね、あんまり端っこ切っちゃうとこう緩んでいくので、この辺ぐらいからいった方がいいね。前回の方がもっとピュアっといけたんですけど、やっぱりあの刃の問題なのよくわかんないけど、やっぱり劣化するのかね。毎回刃を変えればいいのかね。どうせこんなの1枚100円なわけじゃないですか。そうだね。で、使い捨てていけばそれが一番正解っていうね、この作業性のことを考えればね。カッターの買い場って売ってるんですかね。100円ショップ行けばよく知りませんが、これがサクッと行けばねもっと気分的にも楽だしね。多少やっぱりあれだね、刃の位置を変えればもっとサクッといくね。これが結構行かないとやっぱストレスだもんね。やっぱ行くな。やっぱり次ね、あと3本あればいいわけだから300円で済むわけだからね、刃を変えた方がいいね。どんどんこれ捨てていって新しいのに変えていけばいいんだ。あの草刈りのあれだよね、あれと一緒だね、刃とね。あれもね基本的には消耗品ですから、あれをでもあれだもんね、ヤスリかなんかにあの使えるようにしてる人がいるけど、どうなんだろうね。まあ人それぞれ考え方、営のね経費がどうとかね、なのであれですけど、この耐熱マルチを貼ったのはね去年の、9月ですからね。今何月？2月だから9、10、11、12、1、2とね、5ヶ月前ね、5ヶ月かけて5ヶ月後に種をまくわけですから、一番向こうは4月ですからね。9月から4月まで何ヶ月？7ヶ月ね、なんかやらあのずっとこうやらなきゃいけないんでね。すごくこれ面倒くさい作業に思えるかもしれないですけど、皆さんね、でも草むしりね、人参除草をやる苦労に比べればなんてことないわけですよね。私はもう20年やりましたんでね、賞味あれか十何年はもう耐熱マルチであれですけどね。この人参の草むしりっていうことが多分オーガニック栽培の中で最も時間のかかる作業ですよね。そう思いますね。1位じゃないですかね。
だからこれをやっぱり解決するっていうのは本当にやっぱり大きいことでね。これによって人参の量産体制がねできるようになったわけですから。研修時代の俺に言ってやりたいですね。もう人参の草むしりはないんだよって20、30年近く前の俺に言ってやりたいですね。まあ若い時はね、よしやるぞと思ってね、やりますわな。それでもやっぱりね、量は勝てないもんね。これもこちら側からこうできるだけあれだよね、聞いてる時にやらないと。前回学びましたよね、端から切ってしまうとテンションがかかってないので切りにくいんでね。やっぱこれになると向こう側が切れてるからテンションかかんないね。こうなってくるとやりにくいな。手を切りそうだから手袋しましょう。実質このカッターで切るという作業が、これが一番あれだね。2月の真ん中ですからね、もうあと1ヶ月ちょっとでこのね右側にある秋冬人参がね全て終了で、ぬかをドソンと入れてね、ちょっとね人参がちょっと去年よりか細い感じがするので、今年ちょっとにぬかをね増やそうと思いますね。 50m1 本に対してぬかどうですかね、3体から4体、だから10本やるとするとぬかがね40袋ぐらい最低でもね必要となるわけですね。まあそれでもね1体150円ですから、たかだか6000円じゃないですかね。安くて済んでいいですよね。それでほぼね半年分というか10ヶ月分ぐらい、10月から3月までねの人参の全てをね賄えるわけですから、どうってことないですよね。マルチの方が高いよね。明日から1週間雨っていうのはあれかな、やっぱりこうなんか春の長雨聞いたことないけど、まあ世界的に見てもかなりもう異常気象が普通のことになっているのでね、多分本当に冗談じゃなく多分どっかでね梅雨がもう一回もう来そうっていうか、なんていうんですか、そういう気象にモンスーン気候にね、東南アジアとかほらあっちの方行くとスコールが来るじゃないですか。ああいう気象になりそうですよね、日本もね。だから多分梅雨以外にどっかねもう3週間ぐらいずっと雨が降り続けるっていう、そういう気象というか天候にね日本も変わっていくんだろうっていうね、
気がしますよね。去年はもう明らかに秋がなかったからね、夏が終わってすぐに冬、うん、これずっとしゃがんでるから、あ、もうちょっとはあ、ね、こうやって今ね、我が農園はほぼね、人参を11ヶ月ね、完全無農薬でこうやってずっと出荷し続けてるんですけど、この耐用熱二重マルチというね、これね、こっから先なんですよね。こっから先どうやってアップデートしていくかっていうのが課題ですね。だからオーガニック専業の方どうですか、 こっから先あの知恵を貸してくださいよ、ね、私もここまで来ましたけど、これよりさらに効率を良く上げるために何が必要ですかね、うん、それを今ね考えてますね。多分まだあとアップデートはね、あと まだワンランクツーランクぐらいあると思うんですよね。それがちょっとね、こういうのは本当にあのパッと思いつくことなんでね、やっぱりあの1人よりも2人ね、何人かのあのオーガニック専業農家の知恵が必要だと思いますんで、でもそれであれば本当にうん、一人で5ヘクタール人参って多分ね可能だと思いますね。そんなに体力もいらずね、うん、多分ね、もしかしたらトラクターとの組み合わせみたいにね、うん、どうやるか分かんないけど、その辺ともしかしたら組み合わせればもうこういう手作業すらなくなるという形になるのかもしれないですね。まあ肥料撒いたりそういう話じゃないんですけど、その辺がね、ちょっともしね、オーガニック専業でやってらっしゃる方、なんかお知恵を拝借いただければと思います。一緒に考えていただいてね。この耐用熱二重マルチ栽培には特許はありませんから。どうぞ皆さんパクっていただいてね。こっから先なんですよ、こっから先。で、こっから先のね、何かしらの、ものがね、おそらく必要だろうというふうに思っております。この透明なのは残念ながらちょっと使い回すことはできませんけどもね、はい、こうやってきれいに、よいしょ、十分に湿ってますね。はい、もうこれでね、端切り走らせて終わりですから、楽でいいですね。こっから先のアップデートが何がありますかね。ずっと考えてるんですけど、私もね、まだもう一つ見えてこんなというのがありますね。どうですかね、皆さんも考えてくださいよ。え、いつも皆さんただで見てるのにどうですか。でもこれは別にね、発想力のアイデアの問題なんでね、ベテラン素人は関係ないと思いますよ。素人の人でもね、あの思いつくんだと思う、俺は思うんですけどね。何かもしね、いやいや百姓の姉さんこういうのはどうでしょうみたいなね、アイ